自分の名前覚えてるのね。ん？覚えとらんの？うん。あんただって昨日は自分の机もロッカーも忘れたって言って髪は寝癖ついとったしイボンはしとらんかったし。嘘？本当？なんか記憶喪失みたいやったよ。そういえばずっと変な夢を見とったような気がするんやけど、なんか別の人の人生の夢？よく覚えとらんな。わかった。それって前世の記憶、もしくはエベレット解釈に基づくマルチバースに無意識が接続したっちゅ。あんたは黙っとって。あ、テッシー、もしかしてあんたが私のノートに。なんでもない。でもミツハ、昨日はマジでちょっと変やったよ。どっか体調悪いんやない？おかしいな、元気やけどな。ストレスとかやない？ほら、レイの儀式ももうすぐやろう。ああ、言わんといて。もう私この町嫌や。狭すぎるし、濃すぎるし、さっさと卒業して早く東京行きたいわ。まあな、本当に何もないもんな、この町。電車なんか2時間に1本やし、コンビニは9時に閉まるし、本屋ないし、歯医者ないしな。そのくせスナックは2軒もあるし、雇用はないし、嫁は来ないし、日照時間は短いし。お前らな。何？そんなことよりカフェにでも寄ってかんか。え、カフェ？どこ？こんにちは。こんにちは。何がカフェやさ。この町にそんなあるか。いつは帰っちゃったやろ。あの子もほんと大変やよね。まあ、三葉は主役やからな。せやな。うん、おねえ、テシ。うん、よしよし。高校卒業したらどうするの？なんやさ、急に。将来とかの話？うん、別に普通にずっとこの町で暮らしていくんやと思うよ、俺は。私もそっちがいいわ。四つ葉にはまだ早いわ。糸の声を聞いてみない。そうやってずっと糸を巻いとるとな、じきに人と糸との間に感情が流れ出すで、うん、糸は喋らんもん。集中しろってことやよ。わしらの組紐にはな、糸守千年の歴史が刻まれとる。ええか、遡ること200年前。始まった。草履屋の山崎繭五郎の風呂場から火が出て、この辺は丸焼けになってまった。お宮も古文書も皆焼け、これが俗に言う繭五郎の大家。うん、え、名前ついとるの？繭五郎さんかわいそう。おかげで祭りの意味もわからんくなってまって、残ったのは形だけ。せやけど文字は消えても伝統は消しちゃいかん。それがわしら宮水神社の大切なお役目。せやのに、あのバカ息子は寝食を捨て家を出ていくだけじゃ飽き足らんと、政治とはどうもならん。社長、ほら、もう一杯。おっとっとっと、今回も社長にはお世話になるで。任しとってください。角入りと坂上あたりの票は間違いなあですわ。お前、あのことどう？そんな簡単にいかん。腐敗の匂いがするな。何言っとるの。おい、もう2、3本つけてくれ。はいはい。勝彦、週末は現場手伝い、葉っぱ使うでな、勉強や。うん。返事は？ああ、たまらんな、お互い。
ありゃ、ヨツハちゃんか。大きくなったな。二人ともお母さん似のベッピーさんやな。やあ。やの酒なんやって。米を噛んで吐き出して放置しとくだけで自然発酵してアルコールになるんやさ。口噛み酒、神様は嬉しいんかな。あんなお酒もらって。そりゃ嬉しいやろ。ほれ見てみ、宮水や。私絶対無理。よく人前でやるよりよな。信じられんわ。お姉ちゃん元気出しないよ。いいに、学校の人に見られたくらい。思春期前のお子様は気楽でええよね。そうや、いっそ口噛み酒をいっぱい作ってさ、東京行きの資金にしたら。あんたってすごい発想するな。生写真とメイキング動画とかつけてさ、巫女の口噛み酒って名前とかつけてさ、きっと売れるわ。ダメ、酒税法違反。え、そういう問題なの。こんな人やな。ないや、ある。いた。滝。起きたか。お前、今日飯当番だっただろ。寝坊しやがって。すみません。ん？俺先に出るからな。味噌汁飲んじゃっといてくれ。うん。遅刻でも学校はちゃんと行けよ。じゃあな。行ってらっしゃい。変な夢。何何、司誰。あ、トイレ行きたい。